次はですね、地元の踊りを披露したいと思います。次は吉浜の鎧剣舞です。どんな踊りなんですか？簡単に説明お願いします。はい、鎧剣舞、まあ剣舞ですね、つまり、はい、あの念仏剣舞です。あのお盆に、各家々を回って供養して、踊り歩く。で、南無阿弥陀仏という名号を唱えながら、そのゆっくりそれに節をつけて歌って踊ります。あの非常にあの綺麗な歌声で、踊ります。で、やはりこの剣舞、いろいろその武士の形、あの鎧をつけた人がいますけど、それぞれに、昔のですね、平家の武将とか源氏の武将 の役割があります。で、実はどうしてそういうものかと言いますと、あのかつてその平家が源氏に滅ぼされていって、成仏できなかったんですね。というのを成仏していく、させていくという、まあ、ストーリーでこの芸能は展開されます。そして、一人ササラっていうのが、出てきます。こういう鎧をつけない人ですね。その人が、高名なお坊さんです。その方によって成仏されるということですね。そういう一つの悲しい、物語の中で、魂を鎮めていくというような芸能です。で、この芸能というのはこの他にいろんなその和算というものがございまして、いろんな物語をこう展開しながら、やります。まあ、おそらくここにいらっしゃってる方のお家でも剣舞さんに来てもらってですね、ご供養、あの日本供養とかそういうことをされてると思います。お家もありますよ ね、そういう意味ではそんな思いをあのお盆に寄せて、見ていただければなと思います。はい、子供たちもね、ちっちゃい子供たちも今日踊るみたいです。では早速踊っていただきましょう。地元吉浜から鎧剣舞の皆さんです。お願いします。三三三のどんの三
Thank you.
膝車っていう意味です。大にから中から刀に変えて刺す刺されるっていう武士の戦ですね。その動作を表します。
じゃのひとりしめよほほえおりゃどん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 おりゃどごいごどこどこどん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 ささどんささどんどんさどんどんさささんさんさんありはどんとどんとそこださんさんさのどんのさんなどうどこどこどこどうどこどこどうどこ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 どうどこ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 よいがよいがのさかさかさおりゃよどこ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 よいがよいがのさかさかさどうどこどこどこどうどこどこどうどこどこどこどうどこどよいがよいがのさかさかさよいがよいがのさかさかさのどんどんどこどどのさんやってあるようですね。はい、ありがとうございました。続いては